今回はバレンタインネイルのご紹介です。内容はサシャネイル、チョコネイル、マグネットネイルと大きいパーツの乗せ方をやっていきたいと思います。それではどうぞ。それではベースジェルから塗っていきます。ベースジェルは根元、サイド、先端しっかり覆うように塗っていきます。右手をライトに入れて硬化します。次にもう片方の手のベースジェルを塗っていきます。ではライトに入れて硬化します。ではまずはじめにサシャネイルを作っていきたいと思います。ベースにミルク色のカラーを全体に塗っていきます。カラージェルも根元、サイド、先端しっかりと覆うように塗っていきます。
それでは人差し指にも塗っていきます。今回は2本、ちょっと色合いを変えてシャシャネイルを作っていきたいと思います。それではライトに入れます。では次に左手の爪にもミルク色を塗っていきます。はい、ライトに入れます。では続いて先ほど塗ったカラーを2度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。それでは反対の左手の爪も2度塗りしていきます。ではライトに入れます。では次にパレットにピンクと白のジェルをのせて混ぜていきます。混ぜて好みの色を作ります。好みの色ができたら次に固めのジェルを一緒に混ぜていきます。私はアゲハのチャームオンノンワイプジェルを混ぜています。はい、ではもう一色作ります。固めのジェルと茶色を混ぜて作っていきます。はい、ではマットコートジェルを塗っていきます。マットコートジェルは根元、サイド、先端しっかり覆うように塗っていきます。はい、ライトに入れます。それでは反対の左手にもマットコートジェルを塗ります。
い、ライトに入れます。では未硬化ジェルを拭き取ります。では先ほど作ったジェルをのせていきます。まずピンクのジェルを使って中心から斜めに線を引いていきます。この中心でこのシャシャネイルの全体の感じが決まっていきます。では中心の線に合わせて等間隔に線を描いていきます。ジェルは固めのジェルを混ぜているので少しふっくりします。筆についたカラーを拭き取って茶色のジェルを取って同じく等間隔に線を引いていきます。はい、では茶色のカラーをそのまま使って人差し指にも斜めに線を引いていきます。では同じく等間隔に線を引きます。ではもう一色ちょっと足りなかったので作っていきます。白のジェルと硬いジェルを混ぜます。こちらのカラーを使って人差し指に塗っていきたいと思います。では同じく等間隔に白のジェルで線を引いていきます。左手も同様です。ではライトに入れます。次に交差するように斜めの線を描いていきます。ちょっとボコボコして描きにくいんですけれども気にせず描いていきます。きっちりしないぐらいがチョコっぽいです。
はい、では次に茶色で線を描いていきます。はい、ライトに入れます。では次に先ほど描いた線の上にもう一度ジェルをのせて立体感を出していきます。はい、ではこちらであとはライトに入れてサシャネイルの完成です。それでは次にこちらの溶けた感じのチョコレートネイルを作っていきます。ベースにヌーディーカラーを塗ります。はい、ライトに入れます。それでは濃い茶色でチョコレートの溶けた感じを描いていきたいと思います。筆はこういったちょっと細めの筆を使うと描きやすいです。
こちらのデザインはこの上にストーンを乗せて完成です。とっても簡単です。はい、では次にこちらのマグネットネイルと大きなパーツの付け方をやっていきたいと思います。ではまず透明感のある赤色のジェルを全体に塗ります。はい、ライトに入れます。では先ほど使った赤色のジェルとマグネットパウダーを1対5の割合でパレットの上で混ぜていきます。はい、ではこちらのジェルを全体に塗っていきます。ではマグネットの磁石を当てて光を調節していきます。両サイドから当てて光を引き出していきます。はい、ライトに入れます。ではもう少しキラキラ感が欲しいので二度塗りしていきます。さらにキラキラになります。はい、ライトに入れます。では次にパーツをつけていきます。パーツは固めのジェルをのせていきます。私はアゲハさんのチャームオンノンワイプジェルを使っています。ではパーツをのせます。パーツは好きな感じにのせていきます。固めのジェルを使用しているので流れる心配はありません。なのでゆっくりのせて大丈夫です。では隙間に先ほどの固めのジェルを埋め込んでいきます。パーツが取れないようにさらに強度をつけていきます。ブリオンをのせます。ゴールドのパーツをのせることによってデザインが華やかに仕上がります。はい、ではライトに入れます。お客様のご要望で少しこのチョコレートネイルにキラキラ感が欲しいということだったので後付けですがホロを乗せてキラキラにしていきたいと思います。では透明感のあるオーロラのキラキラホロを乗せていきます。ライトに入れます。はい、
それではキャンジェルのノンワイプジェルで仕上げていきます。根元、サイド、先端しっかり覆うように塗っていきます。ライトに入れます。はい、では最後はサイドと先端引っかかりがないかチェックしながらファイルで整えて完成になります。はい、こちらでとっても簡単で可愛いバレンタインネイルの完成です。